メタボリズムは1959年に黒川紀章や菊竹清志組んだ日本の若手建築家、都市計画家グループが開始した建築運動。新陳代謝からグループの名を取り、社会の変化や人口の成長に合わせて有機的に成長する都市や建築を提案した。彼らの構想した将来の都市は高度経済成長という当時の日本の 人口増加圧力と都市の急速な更新、膨張に応えるものであった。彼らは従来の固定した形態や機能を支える機械の原理はもはや有効的でないと考え、空間や機能が変化する生命の原理が将来の社会や文化を支えると信じた。黒川希少や菊武清志君らの都市、建築計画では無数の生活用ユニットが高い等や、 海上シリンダーなどの巨大構造物に差し込まれており、古い細胞が新しい細胞に入れ替わるように、古くなったり機能が合わなくなったりした部屋などのユニットを丸ごと新しいユニットと取り替えることで、社会の成長や変化に対応しこれを促進することが構想された。都市規模の巨大構造体を試行しがちなメタボリズムグループの作品はしばしば技術完了的と評された。 メタボリズムグループの起源は1950年代の終わり頃にある。モダニズム建築を主導してきたチャンが1956年を最後に開かれなくなり1959年に終演した頃チャンの若手メンバーらによる新しいグループチーム X が台頭し世界の若い建築家らに影響を与えた。日本の若手建築家たちも彼らと交流し、 その影響を受けた。1960年に日本で世界デザイン会議が開かれる予定になっていたが、この会議のプランニングに関わった建築家たちと建築評論家の川添るは建築の将来について話し合うグループを結成した。世界デザイン会議において彼らは最初の宣言であるメタボリズム1960都市への提案を発表し会場とし、 登場都市、新宿ターミナル再開発計画など成長し、新陳代謝する巨大都市のアイデアを披露した。彼らのアイデアは、将来の社会を具体的に提案しようとしたもので、建築のみならず、哲学など広く近代文明にも研究するものだった。これら巨大都市計画は実現しなかったが、個々のメンバーは、建築にその思想を適用していった。 黒川気象の中銀カプセルタワービルはその一例である。1970年の大阪万博では彼らは会場計画、建築計画に共同で携わった。大阪万博を最後に彼らの活動は分岐していった。ポンピドーセンター黒川気象建築都市設計事務所。ありがとうございます。